グランパークホテルエクセル福島に宿泊しました。その様子もお届けします。ホテルが乱立している福島駅、駅から徒歩4分のところであるグランパークエクセル福島に宿泊しました。ホテル、東横インなど様々なホテルが立ち並ぶこのエリアの遠い方にありました。久しぶりに普通のホテルに入りました。当日は修学旅行の生徒さんも来ていたので、デラックスツイン以外は埋まっていたようです。その空いていたデラックスツインの部屋に泊まりました。デラックスツインは3年ぐらい前にリニューアルして、その時にできた部屋だそうです。建築は昭和ですが、近年建てられたホテルのような内装です。白色にまとめて落ち着きのある内装です。ツインベッドがあるのに広々とした空間があります。ラブホテル並みの広々としたお部屋です。普通のホテルではありえない広さです。私が宿泊した2022年6月7日平日のデラックスツインの価格は1万950円でした。映像や画像には収めていないですが、久しぶりにホテルで朝食をとりました。ローカル路線バス乗り継ぎ旅あるある出来事。朝の出発が早いので、ホテルで朝食が取れないのです。場合によっては、朝食開始時間よりも早い出発の時もある。なので、ゆっくりとした朝を迎えることができました。洗面所を覗いてみます。洗面所の横にトイレがあって、お風呂と分かれています。お風呂を覗いてみます。洗い場付きが嬉しいです。大浴場もありました。当日は修学旅行の生徒がいたので賑やかでした。テレビは家にあるような大きさです。恒例のベッドタイプします。助走することができるのが嬉しいです。顔パックしてみました。さすがに顔パックしながらベッドダイビングは要しません。オペラ座の怪人みたいですね。藤原のミーという YouTube 動画があって、顔パックしながらビールを飲んでいるのが恒例となっています。
顔パックしている時によく顔を動かせるなと感心しています。すがすがしい朝を迎えることができました。ご視聴ありがとうございました。